はい、おはようございます。シャチくんです。よろしくお願いします。ではポケモン一匹縛りプレイファイヤーレッドイケタピーバージョンやっていきたいと思います。とりあえず不思議な飴取ります。よし。いやー、マジで最近仕事忙しくなってしまいね、2日に1回ぐらいしか動画撮れてないんですよね、今。なかなか嫌ですね。で、いつも眠くてやってて、前回どうだったかあんま覚えてないの。霞を倒したことしか覚えてないんですけど、まあでも技強いね、普通。よいしょ。これでもさ、もう多分バターフリーどうなんだろう、普通にこのまますんなり終わっちゃいそうだけどね。まあたまにはそういうのもいいでしょう。まあ、ベロリンガーも簡単だったけど、めっちゃ寝るやん。電力なくなっちゃうな。泥棒しとく。はい。関東地方のトレーナーって、この間やった時持ち物ってあんま持ってなかった気がするけど。電力か。眠り粉だとさ、超音波強いけど、電力だけではちょっと突破できて、できないよね。でも多分、あれだね。どうしようかな、技。ギガドレインもらうまで多分いい技ないんよね。ウバベ返し覚えさせられるんですけど、技マシンで攻撃力が不安すぎるよね。でもこの燃力よりはマシなのか。ツバメ返しはあれですもんね、格闘タイプはエスパータイプの技でいいから。どうしたらいいんだ。あとギガドレインと虫のざわめきか覚えさそうかなとか覚えてますけど、まあ、あと夢食いがあるのか。泥棒いいね。泥棒はあの月見山で手に入るのすげえいいんだけど。助かる。20レベル。何覚える？覚えない？まあ、セクハラがなんだよ、武器になっちゃってって、ちょっとね、まずい発言ですね、多分。セクハラって言われて、あ、戻ってきた。待たせ、ボイスチェッカー録音までしてるこいつ、ちょっと気持ち悪いですね。昔ね、上司と当時の僕の、部下の後輩が2人でね会話をしてるのを、その部下の子に録音してもらったら僕の悪口言ってましたね。まあ、まだ使ってないんですけど、なんか言われたら使おうと思ってますけどね。やっぱね、社畜、そう、僕その社畜ずっとやってたんですけど、まあ、上司とかの言うことはね、絶対みたいなノリになるパターンが多いんですけど、まあ、28ぐらいの時に僕反旗を翻して、結構盾つくようになって、ね、なんか嫌われてるんですよ、上の人に。下の子にはまあ好かれる場合が多いんです。で、ここで一番の必須アイテムはボイスチェッカーね。僕ね、家畜の人いたらぜひ録音はした方がいいですよ。抑止力にもなるんでね。あんまりやると恐喝みたいになっちゃうらしいですけど、
まあ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 、いつまでたっても言いなりじゃダメですよね。と言いながら最近だいぶ社畜寄りですけど、はい、この辺も、あら、またズボミって覚えられてんだよな。毒タイプあるんだね。タヤ、かわいい名前。電力ね、電力ねーだけではやっぱな、ピーピー渋いな。なんかサクサクやって楽しいな、久しぶりに。あ、で、あれか、そう、コイキングもね、もう今週多分3時間ぐらいしかやれてなくて、もう最悪ですよ。まあ、全然諦めてないんで、心配しないでほしいんですけど、マジで勝てないです、あいつ。夏目。夏目から一向に進まない。天皇終わるのまで、いや、ほんと1年ぐらいかかっちゃうかな、下手したら。はい、回復してきましたと。で、今日もね、休みだったんですけど、もうびっくりするぐらい寝ちゃいましたね、久しぶりに、これ。声が寝起き声だったら申し訳ないんですけど、ちょっとガサガサしてるかも。予定よりね、5時間ぐらい長く寝たね。予定狂った。今日1週間分ね、取って、コイキングを1週間びっちりやろうと思ってたのに。まあでもまあ、まったりバタフリーやりましょうよ、たまには。はい、ヨシハルさん、満期。え、ここも、ほんとバタフリー無双な敵多すぎない？はい。余裕、あ、余裕じゃない。え倒せねんかい、あんな豚っ鼻を。はい、今日も虫けらだな、かわいい。大したもんだなと。どうも。はい、あらららら、セクハラ待たされて。あー、ちょっとやばいよ、無理やり入れてやるわ、やばいよ。こっちそら女の子ですからね。あ、しかもアーボとアナコンダを出してくる威嚇ね。やっぱファイアレッドはさ、第3世代か以降はもう特性のせいで一匹縛りちょっとしんどいね。これ物理攻撃しかないやつとかだったら結構やばい気がするけど、うん、威嚇のやつって結構いるよね。だって特殊特攻下がる特性ってあるんですか。はい、わかんないな。メロ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 とかも使えるっちゃ使えるけどね。こいつ、はい、まさきのおじさん、この山男マジでかっこいいんだよな。山男がちょっと太ってたらおかしいということに気づいてしまったのかな。山登るのにあんな初代ぐらい太ってたらおかしいもんね。筋肉ならわかるけど。イワークさんね、この副眼のさ、眠り粉はマジ外さんのだけど、副眼ってどんぐらい命中上がるんだろう。うるさ、イワーク、やるなぁ、ありがとう。で、あいつ、そう、トレーナーのさ、キョロキョロすんのもちょっとだるいよな、これは。ミサ、ミサミサ、最近デスノート見ました。あ、まあ何回も見てるんだけど、やっぱ、L とキラいいよね。頭いいのにアホなのがいいよな。これでもあれ一番の戦犯は、調
査本部の周りの刑事だと思うんですけど、どうですか？あとライトのお父さん、これが何か調べたいんでこいつ戦いますね。あのキーラー、ライトがうまく自分じゃないって誘導してるっていうのはあるけど、にしてもエルとかあれエル一人でやってれば、あーでもどうだろう、近づけなかった、いや近づけたよ、エル一人でやってれば簡単に捕まえられたんじゃない。レイペンパーを殺した時点でもう多分捕まってたよねまあまあまあ、まあ、漫画だからあれなんだけど、引き飛ばしは全然いりません。虫けらごときの羽ばたきで吹き飛ばせるんですか？蝶々、このバタフリーって体長どれぐらいあるんだろう、ちょっと見よう。でかさによってはキモすぎる。やられた。いつもさ、この一匹縛りプレイの時図鑑見ようって思ってるけど忘れちゃうんですよね。トランセル見てないね。硬い殻に包まれているが中身は柔らかいので強い攻撃が耐えられない。クソ弱じゃん。70センチ10キロ、なるほど、まあまあちっちゃいね。あ、 1.1メートル32キロ、デブくない？え、そうでもない。 1.1メートル32キロって、いや太ってるよね多分。結構羽は水を弾く鱗粉に守られている。雨の日でも空を飛ぶことができる。あんまりあれだね、普通なこと書いてあるの。え、普通の虫って雨の日空飛ばない？確かに大雨とかの時、え、雨めっちゃ降ってる日、すごい強い雨降ってる日って虫ってどうなの？死んじゃいそうだけど、雨粒当たったらだって瓦礫降ってきてるのと一緒ぐらいだよ。どうやって生き残ってんだろう、葉っぱとか。まあ一生調べることはないんですけど気になっちゃいましたね。いいね、テルオさん、あそこの技マシン次第では一生戦うことがない。テルオさん、なんでしょうこれは。秘密の力ってなんだ、全く知らないのが出てきた。ああこれか、出した場所によって相手の技の与える技の追加効果がいろいろと変化するね。これ強いね普通に。威力70、ノーマル。でものしかかりをさ、三段の方で手に入る時点でいらねえな。遊びにめっちゃ勝てなかったらこれ取るのはありだけど。マキさん、マキさんね、レイペンパーの嫁の偽名ね、マキヨウコさんね。え、デスノートきっと皆さん世代ですよね、ほとんどの方。ここのことを見てくれてる方ね、まあ相変わらずあれです、20代から、まあ、40前半の方までが多いですね。の男性が多いかな。いつもありがとう、もちろん他の方もありがとう。他の方はこの知らない内容を話してたら申し訳ない。うん、この PP なんで消えちゃったんだろう、不便なんだけど。はいはい、ということで泥棒と戦いましょう。泥棒に泥棒しちゃおっかな。はい、ロケット団の下っ端なんかかっこいいね。新入社員みたいな見た目してる。虫けらの燃力、あ、オッケーオッケー。
虫けらさん、あ、でもその眠り子だと超音波ある時点で結構誰にでも勝てるよ。ピリカ戦までに虫タイプ覚えんのかな。あ、でもあれか、念力あればいいのか。泥棒に泥棒してます。あ、またあのいや、ほんとこのスリープキモいんだよな。なんか異常に気持ち悪い。なんであんな中腰なの。24レベル。スリープいた、好きな人いたら申し訳ないんですけど。はい、あ、早く返して、ありがとう。バイバーイ。はいはいはい。最近ね、そういえばそのあれです、前話したんですけど、アルバイトさん募集をねいっぱいしたんです。で、まあ今ね、業態的にまあちょっと女の人が募集いっぱい来ちゃうって言い方あれか、まあ来てくれるんですけど、まあ6人ぐらい取ったんですよ最近。そのうち5人がね、女子高生なんですね。で、まあさすがにね、やっぱ多少のコミュニケーションは取らないと雰囲気良くないんで、まあ、僕もね、流行ってるものを日々勉強しているわけですよ。で、まあやっぱね、みんな TikTok をよく見るんで、まあ、TikTok いっぱい見てたんですけど、まあ一人好きなねクリエイターさんがいるんですけど、まあちゃんと十何歳なんです。で、それを言おうと思ったんですけど、バイト募集でいっぱい女子高生取ってる上に、好きな TikToker さんが10代の女の人のって言ったら相当キメえなって思って言うのやめといたとこですね最近。うん、 TikTok 異常に詳しくなってきましたね。なんかでもその話を、せっかく詳しくなったのにその話をしないままね終わっちゃいましたね。でも俺、未だに女子高生と話ついていけますよ、結構。すごくないですか？努力の賜物。あら、危ない。乱れ疲れた。あ、ついていけたから何なんだって話なんですけどね。やっぱ昔はさ、25ぐらいまではそんな、どんなに若い子が入ってもまあ17、18、16たまにいるかなぐらいだったんで、まあ特に前半の時はね、年の差そんな感じなかったですけど、今もう一回り差とかいますからね、ちょっとやだよね。っていうか、アルバイトの子の親の方が年近いからな、多分。恐ろしい。はい、ということで、サンタアンヌ号のライバル戦前ね。あ、そういえばあれですね、このファイアレッドを、あんまりっていうか、誰も今のところあれですね、初代で絶対やってほしいみたいな感じの方はいなくてありがたかったですね。まあやっぱね、僕もちょっと飽きちゃうんでね、違うバージョンでもやっていきたいとは思っているんですけど、あとルビサファもね。いやー、外れた。復眼命中100じゃないの、復眼。あ、オッケー。ピジョンは怖いんでね、やっときます。いいね。あ、でも
でもあれだよな、まだあの交換できる状態にしてないんで、やれるポケモンが限られちゃうね。さあ、でもやめとこうかな。あんまり言うとね、やんないとき悲しまれちゃうんで。あ、オッケー。目を覚めても混乱と。はい、ドンマイ。これはイラつくだろうね。俺がやられたら一生攻撃できないやつだ。はい、25レベット。うん。で、ラッタね。まあ、こいつは眠らせるだけでいいかな。眠り粉の色だいぶ毒々しいな。はい。念力器。あのラッタほんと前のめりすぎてビビるな。よくあの前のめりで立ってられるね、あれ。あの前足地面に手つけないでよく立ってられるな。ユンゲラ。ああ。わっ！ああ！ああ、まあいいか。あら、ルビーサファとさ、ファイアレッドでどっちが先だ？ポケモンがちょっとあの、動くやつ、ルビーサファだけなのかな？ブーン盗んで倒せ。あ、ああ。あのスプーン取ったらもう、彼何もできなそうだもんね。あと手足細っ、尻尾でっか。ユンゲラってなんで尻尾あるんだ。プーディンってないよね。わ、カメール、かわいい。めちゃくちゃかわいいな。カメさん、カメールかわいいね。御三家で進化回して一番かわいいスラグ。トカゲと競ってます。念力ロー。うん。やっぱ火力不足だな、だいぶ。今後が不安ですね、これ。弱点取っていかないと本当ダメだな。あ、水。あ、でもね、羽濡れても飛べるって書いてあったんで大丈夫でしょう。はい。ああ。わけわかで仕留められない。はい、これで終わりね。はい、お疲れライバル。君はね、40種類ポケモンを捕まえたとしても1匹の虫けらにも勝てないと。所詮その程度のセクハラなんですよ、君は。もうちょっと頑張ろう。はい、じゃあ待ちすね。はい、ということで口場ジム行きましょうと。ここね、扉は開けてあります。こいつまだ戦ってないんで。軍隊にいた頃はマッチュさんにピーチュに鍛えられたぜ。なるほど。軍隊、軍隊ってどういうタイミングで辞めるもんか。兵隊とかとはちょっと違うよね、多分日本のね。あら、あらら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 、めんどくさいことしてくれたね。許さないよ。で、一回ポケ戦に行かなきゃいけなくなった。はい、寝ている。念力。はい、念力にはずね。麻痺直し持ってるっけ。めんどくせ。オルソンさん、かっこいい名前。はい、じゃあ貴重なね、マチズ戦で使うであろう麻痺直しを使い切って挑みましょうよ。勝てるっしょ。すごいかっこ悪い。なんかリリリ玉ね。あー、危ない。20ダメはちょっとやだよね。あー、素晴らしい。これやってればでも勝てるもんな、普通に。強えな、虫けら。
うん、めっちゃ目開けてるけどね。眉間にめっちゃシワ寄せながら寝るタイプの人か。わっ、うぜえな。アイテム何個まで使っていくんだろう。ああ混乱にもなった。調節しましょうか。混乱、ああじゃあ念力でよかった。泥棒、あ、なんか結構与えたな。わけわか、よし終われ。あらちょい残しですね。ないように見えるけどね。ピカチュウだよね。まあ眠らせます。まひられてもめんどくさいんでね。うん、ブースかピーしてる間に、え、なんでも直しちゃうの。うぜえな。なんかアイテムのレパートリーがめっちゃ増えてんな。ファイアレッドはやっぱ初代よりむずいな、多少はね。ついてるかめんどくさいよ。じゃ眠らす意味あんまないじゃん。でも影分身あるんか。ライチュウかわいいな。そんでよし、ナイス。復眼、やっぱ復眼のおかげだよねこれ絶対。特性最高。復眼猛火激流威嚇しか知りません。あと脱皮、うん、OK。では起きても混乱と。あいつは何でも直し使ってこないね。なんか全然与えない。そらそうか。ああ、そういえばさ、この PP 対策で夢食い後から覚えさせようと思ったけど、夢食いなんか教え技っぽいんですよね。なんでどうしようかなとか思ってるんですけど、まあ普通に何の変哲もなく倒しちゃった。今エリカ戦のことも考えてたもんね途中から。まあ念力でもいけそうだけど。はい、10万ボルト覚えねえか。電撃波がこれ、何気にシャドーボールも覚えるんですよね渡り。でもコイン4000枚でした。はい、ということで岩山トンネル行きましょうよ。岩山トンネルも PP だけ不安か。ちょっと PP 系未だに1個も持ってない気がするんだけど、アイテムのさ落ちてる場所も覚えないとね。ファイアレッドもね。でもそこまでな、細かくやるのもね。エミカさん、かわいい名前。あ、PP 全然ない、忘れてた。足りるかな。うん、まだ2本何回やと。9回か、絶妙だな。あ、足りるか。足りるね、多分。1駅で落とせれば足りる。はい、はい、オッケー、やりました。ここを苦戦しないの嬉しい。こいつ意外と強いんだよな、なんか。あーおい、 PP 足らんって2体か。なるお、頼むよ。そうか、忘れちゃうなー、キョロキョロすんの。だる、いわくねー。はい、一応ね、いわくかー。はいはい、オッケー、オッケーオッケー、ナイス急所、えらい。ここの急所は
PP 足りねえんじゃねえかってヒヤヒヤしてんだからこっちは。風起こしね、どうですか？いらないよね。いらんいらん。泥棒の方が多分いい。では、夏目線では何がいいかな。夏目線ツバメ返しちょっと欲しいけどな。キャタピーさん、はい。あ、いやちげえわ、あれか、40何レベルまで上げてりゃいいのか。牛技覚えるもんね。オッケーオッケー、ビードルも撃破と、うん、でコンパン、コンパンかわいいね。なんか手と足の色がリアルで気持ち悪いな。てかもう明らかにバタフリーと目一緒だよな。鼻もね一緒。オッケー、わけわかにならない、素晴らしい、ありがたい、嬉しい。ひろみち、ひろみちお兄さん、こいつもキョロキョロするんじゃないの。はい、あー危ない、ゆっくりだな、ずいぶん危ない、怖い、よし。で、こうね。オッケーオッケー。じゃあ、岩山トンネル行っちゃいましょうよ。はい。はい、岩山トンネル。スプレーを使っていきましょう。マップね、一緒なんだけどさ、やっぱ若干広いから分かりづらいね。怪獣マニアさん。まあ、サチオ。タチオさんね、地面タイプの技効かないから余裕じゃない、続きあるか。あ、オッケー、まあ、気合ダメ、めっちゃ気合ダメてる。そろそろ技弱いな。でも耐久光線何レベルなんだろう。バキワカでお願いしたい、よし、素晴らしいです。うん、でタチオの宿ね。まあ、泥棒あるからな。ヤドンかわいい。アホ面すぎるよな。足短。まあ、はい。ああ、いいね。思った以上に与える。ここのヤドンも強えからな。あー、はい、虫キャラ調子いいね。2連続怪獣マリアさん、リツグくん貢いでほしい。眠らせなくていいや、いいね。泣き声意味ないよ、物理技ないもん。あれ、悪タイプって物理だっけ。あれ思い出せない。まあいいや、僕くたびれた。はい、でこいつね。あら違った、ああ、この子ね、行きましょう。ともこさん、はい。お、一撃じゃない。でも混乱。このループはいい。バッケ、ワカ、お願い。よし。ああ、いいね。素晴らしい。レベルもサクサク。不思議だね。かわいい。かわいいな。お、またちょいどこし。でもダメージ4分の1。はい、どんまい。草タイプには強いか、普通に。エリカ戦は余裕のはずだよね。はい。
道中ね、イラン戦闘に巻き込まれてレベル上がりましたよ。あら、ここもわからんな。うわー、もう、え、なんか避ける方法ないのかな。マップわからんな。わリメイク版、みのりちゃん、プリン眠らされたらだるいね。ピーピーな、足りない疑惑あるよ。岩山飛んでるでピーピー足んなくなるってマジでだるいな。穴抜けの紐ねえし。はいはい、オッケー、やりました。トレーナー避けれないのかな。どうなんだろう、どこにいたのこいつ。ここか、避けれないじゃん、ここから歩いたんだから。めんどくさ、この人は。トレーナー多いって。そんな戦いたくないんだから、こっちは。徳尾さん、こいつら自爆してくんのかな。うわー、倒せず。めっちゃ受ける、やば。目覚ましたら負けなんだけど。あぶねー、やつがやば。これは4倍だもんね。それはそうよ。しかも一撃で倒せないのがミソだよな。急所今か、ここ怖えぞ。あ、外さなきゃいいだけ。よし、まあ、超音波入れるか電力2発連続やるか悩みどころ。一ターンで起きたら負けてしまうよ。起きんなよ。あ、倒した、やった。ゴローンね、キモ。よし、とりあえず外さない。飛んで、危ない、とりあえず回避。いや、超音波も入れときます。私は次目覚める気がする。危ない。さあ、じゃあ念力で勝ってた、やばい。ライブ握手、アホしましたね。あ、オッケー、どの近かった。いやー、岩タイプ怖えわ。恐ろしい。岩なだれとか使ってくるやつ、どっかにいたらやばいな。よし、とりあえずオッケーね。ああはい、じゃあ、一回ポケ戦行って、受けて、戻ってきます。はい。はい、回復してきました。めちゃくちゃめんどくさかったですね。しかも虫除けスプレーなくなるっていうね。ちょっとだるいわ。なるほど、こう、ファー、いやー、岩飛んでるな。一回フラッシュ使うか、どっか、いつか。やるかわからんけど。こいつを取り押せばとりあえず終わりだ。岩山トンネルが長いな、ちょっとめんどくさいな、さすがに。ちゃんと見えないし。うん。で、コッポね、こいつは砂かけがあるので、眠らせましょうね。はい。そして、念力。はいはい、オッケー、倒していく。で、あ、謎の草ね。やっぱちょっと AI 強いんだよな、ちゃんと弱点から出してくんね。うん、みゆきに勝ったと。やっと抜けられる。ポケモン出んなよ。はい、ということで抜けましたと。ここの PP もねえんだよな。え、こいつ何、あ、びっくりした。
じゃあとりあえずもう玉虫もう行っちゃいましょう。ヤンブラ大丈夫これ。ギャンブラー、ほら今時さすらいのギャンブラー。今時はギャンブラーなんてそんなにいません。今時じゃないけどな、格好も持ってるギャンブル道具も今時じゃないしな。あれチンチロでしょ多分。はい、チンチロ長半か、一緒だっけ。まあ分かんないですね、あんまり真面目なんで。はい、で、まあ、結局眠らせれば勝てるからね。エリカ戦なんですけどどうしよっかな。いや俺再起念覚えさせてこうって思ってたんですけど、いや多分ね夢食いがあれなのよ、教え技なんですよね。だから教え技ってシステム何、技マシンでよくない全部。まあなんで、まあまあ飛行タイプのポケモン、あ飛行タイプのポケモン連れて時は戻ってもいいけどね。途中で四天王の途中で再起念の技マシンと多分夢食いを交換しないと PP が持たないのでどうしよっかなって感じですね今。あいつ目良さそう。あえこれトレーナー、トレーナーかい。研究員かと思った。はい、陸王さん、しかもトレーナーの手持ち多い、クソめんどくさい、クソめんどくさかったー、話しかけなきゃよかったー。はい、やっと倒しました。ガーンばったり、ガーンなんか人生で言わないよ普通。はいはい、じゃあエリカちゃん倒しちゃおっかなー。あれこれ、えやっぱさ初代より戦うトレーナー多くなってんだよな。大人のお姉さんのレイコさんちょっとタイプじゃないな。ちょっと毛量が気になりますねだいぶ。いや結局ね黒髪ロングがずっと好きなんですよね。黒髪ロングロリ巨乳、あまあ巨乳は嘘です、がタイプです。はい、いやでも最近ロングでもないな別に、ちょい長ぐらいだからちょっとね真反対言ってるからすいません。まあ相手から別に何のアプローチもしてされてないけど、はい、だとしたらこいつタイプじゃないか、右のやつと戦うか、こいつ戦ったことないしね。はい、この空間めっちゃ気になるんだけど俺。はい、玉虫ジムに入りました。私と戦ってください。ほら虫ポケモンとか怒られました。ちなみにしかも居合切りの人影も持ち込んでいるから虫と炎を持ってきてますね。ユミさんよくわかったな俺の手持ち。めちゃくちゃ怒られたね。ほんでめっちゃ好きな顔してるけど、てかポケモンの世界って黒髪全然いねえな。まあそりゃそうか、キャラ立ちしないもんな。大破がかわいい、倒せねえんだ。うわっ、汚ねえ粉かけられた。はい、毒の粉ってかけられたターンに毒受けるんだっけ。これなんか前もあったな、そういう風に変わったの。ユミさんかわいい、あんなあざとい振り返りする人いいよな。よし、じゃあエリカ行きましょうか。はーい、いい音聞けない、気持ちいい、スースー、うん、勝てるかなこれ。いやまあ勝てるよね普通に考えたら。うん、あでも毒技が辛いのか。
ウツボットちゃんやってごめん、これやればいいだけだもんね、永遠にね。ぜえぜえぜえ、ウツボットはマジでな、考えたデザイン考えた人天才だよな、あれにしか見えないもんね。うん、はい。で、どんくらい与える？あー、十分です。十分やっていける。バタフリー強えな、てかエスパータイプの技が強えだけな気がするけど。はい、経験値うますぎ。はい、33ね。次は、あ、モンジャラか、だるいなこいつ。でもこの眠りごな超音波が楽しすぎて忘れさせるの億劫になってきたな。まあ、泥棒いらないっちゃいらないけどね。わっ、何でも直しあんのか。なるほどね。え、めっちゃ与える。モンチャラってそんな特防低かったっけ？防御高いだけか。初代だと特殊だからか。あ、なんかさ、ラフレシア潰れてるよね。あ、いや、外した。危ない、よくない。よくないよ。よし。かわいい、ラフレシア。うん。いや、2発で落とせんじゃない。はい。ああ、ダメ。あ、でも起きないね。あったね。一撃じゃやられないよね、さすがに。まあ、しびれ粉で永遠に麻痺っていうことが起きなきゃ勝ちです。あ、眠りが深いね。はあ。なんやね。まあそらそうか。エリカからすごい傷薬になるんですね。ほら、もう一回使ってみろ。てか眠り深すぎない？かわいそう、エリカ。登場します。でもさようなら。お疲れ。ちょろいぜ、虫けら。頼りになりすぎる。参りました、本当にお強い方。でしょ？うん。レベルなんか低くない？気のせい。うん。ギガドレインね。うん。ギガドレインどうしよっかな。超音波いらんか、別に。いる？まあ、ちょっと考えますね。うん。ということでね、今回はこの辺りで終わりたいと思います。本当いつもご視聴、高評価、コメント、ありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。